でかい。このさ、わけわからんふうにめくれてるじゃん。これとか、うん、これとか、これとか、うん、これがクワガタがかじってる跡だから、これが多ければ多いほどそこの場所にクワガタがいっぱいいる可能性があるっていう感じです。まあ、これは奄美限定の話ですけどね。あ、そうなんだ。はい、はい、そういうことです。奄美に来た時はこれを見て探すべしべし。今日は米付きがいっぱいいますね。あ、そう、この米付きがいる場所にもね、うん、ヒラタいっぱいいるから。でけえのいた。おお、すげえ。今登ってくる時間なんだ。くっそでっかいじゃん、それ。これ70以上あるでしょ。でっか。でかいね。でかい。これは70いったやろ。でかっ。背中に穴だらけだけど。頑張ったんだね。ラッキー。ラッキー。いや、今日は結構いい日かもしれん。いい日？いい日かもしれんな。ありがたい。それでは持って帰りたいと思います。はーい。